さんこんにちは、森崎アリスです。はい、ちょっとなぜこんな髪がボサボサかというと、ちょっと今体幹をね鍛えようじゃないかということで、友達に教えてもらった体幹トレーニングをしてて、この結果なんですけど、ちょっと本当にねきつかった。でもなんか本当に1日1回30秒それをやればいいだけみたいなんで、ぜひそれをやってみてくださいということで、私の無残な光景見てみてください。どうぞ。普通に寝るんだって。寝て肩幅に手を開いて、足も肩幅に開いて、これを普通に全部上半身と下半身すべてを、これこうね、膝なんだっけ、指こうで立てる。これをこれで前を見て30秒らしい。いった。これを30秒これ30秒ね、できてない、できてない、じゃあすごい、できてるよ。体幹鍛えられてない人はこうやった時に目をつぶってこれができないんだって。ということで、今目開けてたらできる。今体幹鍛えたからきっとできるよね、多分。体幹やりながらじゃプルプルして目つぶって、目開けて最初やってみて、うん、できるじゃん、うん、はい、目つぶって、プルプルする、プルプルする、プル、若干胸のとこに手を置いて、はい、そうそうそう、で目つぶって、あー、プルプルする。開けてたらできるでしょ。できる。うん。目つぶって。そう。できない。できない。そう。体感がないみたいな。普通に目開けてやって最初。はい、今目開けてる？うん。で閉じて。できない。はい、ということでやったらわかるそうです。いやマジであれを1日1回30秒やるとすごく体幹が鍛えられて、目つぶってもピッてなるようになるみたいなので、皆さんぜひやってみてください。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。森ありでした。バイバーイ。1日30秒じゃないよ。あれ1日1回30秒1日目から始まって1日目から30秒で、ラストの日は5分、ラストの日は5分だって。30日プログラムなんだよね。そうそうそう、らしいです。大変だ。